ドルノド県は、モンゴル国の県の一つ。県庁所在地は、チョイバル山市。首都ウランバートルから東へ6 0 0トルの位置に、ある。同国最東部に位置し、南に、同国スフバートル県、西にヘンティー県、北に、ロシアザバイカリエ地方、東に、中華人民共和国内モンゴル自治区に接する。バヤンウール郡、バヤントゥン郡、ダシュバルバル郡の3郡北部。 チュルンホルート郡西部、並びに、ハルハゴル郡の東部は、主にアカンタイトーキ気,気候。それ以外の県域は主にステップ気候である。バヤンウール郡の北部山岳地は主に山岳帯が。バヤンウール郡、バヤントゥン郡、ダシュバルバル郡の三郡北部、チュルンホルート郡西部、並びに、ハルハゴル郡東部の丘陵地は主にサンチポンコーリン降臨、ステップであり、丘の北斜面が、 コンコーリン、南斜面がステップとなっている。それ以外の平原はステップである。中部と南部に、モンゴル国の最大部族のハルハ族が広く分布する。サガーンオボウ軍、バヤンウール軍、バヤントゥン軍、ダシュバルバル軍など北部と、ケントチョイバルサン氏に、ブリヤート族が分布する。その他に少数部族のバルガ族、ウゼムチン族、ハムニガン族が、喧下に居住している。 バルガ族は、グルバンザガル軍、フルンボイル軍に分布し、ウゼムチン族は、セルゲレン軍、バヤントゥーメン軍、ブルガン軍、チュルンホルート軍、ケントチョイバルサン氏に分布し、ハムニガン族は、ザガーンオボウ軍、バヤンウール軍に分布している。ケントチョイバルサン氏や軍庁所在地などに居住する都市、低住民を除く、遊牧民は、県下に分散集中して居住している。 カッタン石油天然ガス、金属鉱物資源機構の2017年発行のリポートによると、モンゴルの主要炭鉱のうちの一つとして、県下の以下の炭鉱で採掘が行われている。原油チョイバル山種から南東 180km には、タムサグ油田が開発されており、2011年時点で、年産200万バレルを産出したとされる。油田から、中国東ウジムチンバタのマオン。 立ち布その口岸に向けて舗装された道路が整備されている。ウラン石油天然ガス金属鉱物資源機構の2008年発行のリポートによると以下の場所で有望なウラン鉱の埋蔵が確認できたとしている。なお、モンゴルではウランの世界価格の下落に影響され、1995年にウラン採掘作業が停止されたとしている。国内定期便は ウランバートルとチョイバルサンの間にフンルエアが週2便運行されている。県下の空港に国際定期便は運行されていないが、チョイバルサンの空港には国際チャーター便が運行されることもある。県とチョイバルサン市からシベリア鉄道の駅ボルジャまでシベリア鉄道支線の軌道が敷かれている。旅客輸送はチョイバルサン市から国境手前の駅までであり、 直通の国際旅客鉄道は運行されていない。ウランバートルのバイアンズルフ長距離バスターミナルからケントチョイバルサン市まで長距離バスが所要時間約12時間で運行されている。ウランバートルからケントチョイバルサンへの中間点であるウンデルハーンまでは対向に車線の舗装道路が整備されているが、それ以降は舗装がほとんど未完成であり十分整備されていない。 個人的な自動車での移動は、オフロード車が必要となる。当該の中央国境周辺は、生活住民を除き原則立ち入り禁止であり、入域するときは、国境地帯入域許可証の携帯が必要となる。ドルノド県の行政区分、霧馬山哲夫。ありがとうございます。